いけるこれ。肉がバッチリ、バッチリですか。そらもうバッチリなこれ。ほんまだ。もう春なんかこっちもちょっと出したいけど、さらに合わせたらみんなもう頭に出る。もうバッチリした。仕掛けの準備は完璧。本当だ。スタッフ本当だ。合わせたんだよ。これ春なんてんからね。ガーッシュ。どうもね。見て。危ない危ない危ない。何が危ない。そうよ。こんなの色3種だったらいけるの。そう、今回狙うのは渓流の宝石アマゴ。幼少期から追いかける記載が愛してやまない魚。これ好きだもん。だってもうこんなこうマイナスのごっついで。で今の時期はもう全部新芽だな、葉っぱが。だけど木がもうごっつい生きとるよ。ですよ。まあ、我々ともう考え方がやっぱりの、昔みたいにもう、無意気にせんけんの。まあ、食うだけあって言えばと同じせんけんの考えが。だけど俺、田舎のとほうだったもん。まあ、本流じゃけん、家の前じゃけん。で、ピーッといて、15ぐらいこんなのずっと持ってけた。みんな来なかったけど。なんだ昔はね。あとはこの谷、これがダビデ谷行きだしてからもう何様もいっきり積んでったけんな。はい、そうだな、歩む方だったけんな。やっぱ歩むあんまり昔友達さんおらんだろ。ほんだもう絶対三桁釣りばっかり感じだったけんな、前はな。この頃はもうほんなんないだろ。季節は一年のうち最も色彩が豊かな4月中旬。実は1ヶ月ほど前にも四国の渓流でアマゴを狙った記載。そこから春は進行し、川の状態や魚の動きも変わってきているはず。果たして今回はどのような兆候になるのだろうか。13メーターか。多分これ55と思うよ。55と6とやけん、これ細かって55と思うんで、多分いやぴったりなんだよ。やっぱ55に合わせとったんやな、これ絶対に。そんな気がしたもんな。このまあ準備のこれあかん、朝日は本格でないとか。どんなんかなんかなんかなんとか言って久しぶりですよね、でも思うの。そうよ。いや、あんまり人だらけになったけん。前入るとこなかったけん。餌のイクラをヤマメ針につけ、いよいよ投入。あ。君開けて食わん、逃げよって。あらら、あら、だいぶいじめられてるな、これ絶対。あ、こんなとこちょっと引っかかったの、トランチのお前。ほんまじゃ。これはさっきも渡って、あれ、見えてるのか。よし、渡ろうか。向こうからやろうか。もう渡ろう。ちょっとおるけど賢いぞ。やっぱり賢いぞ。逃げようわ。あれ気ぃつけないかんの、気。はい、あっち、かけていく。はい。こっち下へ回れ、下へこう。下へこう川だいぶ変わっとんな。左岸へと渡り再び水利で狙う。ここ数日まとまった雨は降っておらず、平水よりも水位は低い様子。来るけど食わん。これこれ見に来るけど
ちょろっと見に来るだけ。あれ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 、食うちゃるとせんわよこいつら見に来るだけ。これ全然これ来るだけ。これよ、来るときこう来いよ、こう来なよ、相当すれとる全然賢い、賢いとね、もうビビっとる。電信伝承で過去何度も放送した影響もあってか、ここ数年面河川水系は釣り人が多いとのこと。嬉しい悲鳴であるが、魚へのプレッシャーは確実にかかっている。特に竿を出しやすい縁はそれが顕著に出ており、釣るのはそう簡単ではない。しかし記載は流れの緩いこうしたポイントが大好き。山の空気を吸い、川のせせらぎを聞きながら目印を見つめ、アマゴのあたりをじっくりと待つ。今日の足跡だもんな。今日の足跡。せなきゃ。おるんはおるんだけど、なかなか。ただ虫の方がええとは思うけどな。あ、もう足跡これ今日じゃん。あ、アビナ。先に食ってくるというが、釣ったアマゴはやや小ぶり。やはりすでに叩かれた後のようだ。やっぱり今日とか叩いるけん賢い。ほなけど数はおる前と。端組に回るよ。ほなけどもうだいぶ叩かれてるし、今日の足跡あるけん慌てんほうがいいな。これ以上プレッシャーをかけないよう、時間を置きながら釣りをする作戦。餌釣りといえど
こうした配慮が後の釣果へとつながるのだ。見てこ、あ、魚が浮いていないため底付近をゆっくりと流していく記載。あら、狙いが的中し、記載もにんまり。素早く餌付けをし、テンポよく次の一匹を狙っていく。賢いな。叩きすぎじゃなくて、まあこれは空振り食ろうでもな、大丈夫だけど、どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。